はい、皆さんこんにちは、名言から読み解く偉人伝、今回は一郎の名言についてお話ししたいと思います。それでは早速一郎の名言、僕は天才ではありません。なぜかというと、自分がどうしてヒットが打てるかを説明できるからです。僕は天才ではありません。なぜかというと、自分がどうしてヒットを打てるかを説明できるからです。こんな言葉を残したイチローなんですけれども、皆さんご存知の通り、日本を代表する野球選手です。で、2000年までオリックスブルーウェーブ、今でいうところのオリックスバファローズで過ごして、その後メジャーに移籍しました。日本では3年連続で最優秀選手に選ばれるなど、もう華々しい成績を収めた選手です。ちなみになんですけれども、意外とドラフト、高校生の時の評価は高くなかったようで、下位指名でした。確か6位だったんじゃないかな。6位で指名されて、プロになりました。で、メジャーに行っても新人賞、最優秀賞、首位打者賞、盗塁王、最多安打、シルバースラッガー賞、ゴールドグラブ賞など、数々のタイトルを総なめにして、中でも2004年にシーズン1シーズンで262安打っていうのは84年ぶりの快挙でした。そんなイチロー、どんな人だったかっていうのなんですけれども、3歳でバットを握って7歳までは1年の半分くらい野球の練習をしていたということを自分で言うくらい練習の虫でした。1年の半分くらい、3分の1ぐらいは寝ていて、3分の1ぐらいは学校へ行ってるんで、もう残りの時間はずっと野球で練習しているっていうぐらいの練習ばっかりしている人でした。で、小学生の時は地元の野球少年団に入ったらしいんですけれども、少年団の練習はまだ今でもこんな感じですけど、日曜日しかなく、それではもう足りないなと思ってたんで、平日はお父さんと毎日日が暮れる前練習で、これは小学校卒業前続いたそうです。で、ちなみになんですけれども、小学校6年生の時に書いた作文でプロ野球選手になりたいと書いたそうです。で、ここまでだったらよくある子供がプロ野球選手になりたいとか、サッカー選手になりたいとか、そういうことだと思うんですけれども、このイチローの作文っていうのは、なんとなくなりたいではなくって、自分の長所はどこかとか、その長所を伸ばすためにはどうしたらいいかとか、どうなって自分は生きたいのかとかいうことを具体的に書いていました。子供の頃からもうすでに理論的に考えることができていたそうです。ちなみに僕が6年生の時は何になりたいかなんかもう覚えてないですけれども、こんな理論的に考えるっていうことはできなかったんじゃないかなっていうのは思います。皆さんの小学校6年生はどうですかね。多分おそらくできてなかったんじゃないでしょうか。まだ6年生ぐらいやったら社長になりたいとか、ちょっと漁師になりたいとか、ぼやっとしたかっこいい感じの夢をぼやっと話していたんじゃないでしょうか。で、イチローは理論的な人なんですけれども、イチローの理論は他にもたくさんあります。イチローの理論というか、イチローが独自の理論ですね。例えば、イチロー選手、ウェイトトレーニングで体を大きくしたりしないそうです。ウェイトトレーニングっていうのは筋トレとかでなんかバーベルとか持って体を鍛えたりとか、そういうことなんですけれども、スポーツ選手って言ったら筋肉たっぷりで大きな体っていうイメージなんですけれども、イチロー選手はそういうことはしません。で、今思い返してみたら、イチロー選手なんかシュッとして細いなんか華奢な感じなのかなって、そんなイメージがあると思います。で、なぜウェイトトレーニングをしないかっていうと、人間には持って生まれたバランスがあって、ウェイトトレーニングで体重を増やしたりとか筋肉を増やしたりすると、バランスを崩してしまうからということだそうです。ちなみにインタビューでは、トラとかライオンとか強い肉食獣とか野生の動物はウェイトトレーニングをしないですよねと、だから自分もしないんですっていうことを喋っていました。あと、これ有名なのが一塁へヘッドスライディングをしないということです。今最近高校野球みたいな感じでよく見るような一塁へのヘッドスライディングなんですけれども、イチロー選手はしないそうです。なぜなら、ヘッドスライディングをするよりも走り抜ける方が早いっていうのをイチロー選手は考えているからです。それよりもまず先に怪我をしやすいんですね。そりゃそうですね。向こうは足を出している、そこに自分が手とか頭から突っ込んでいくっていうのがヘッドスライディングなんですけれども、
そんなことをすれば怪我をしやすいと。プロならばその1回に全てをかけるのではなくって、もうコンスタントに結果を出すべきっていう、そういう考えからこそ、だからこそ一塁にヘッドトライニングっていうのはしないそうです。でこの2つの理論が正解かどうかはまあまあちょっとわからないです。ちなみにまあまあどっかの大学教授からすれば、まあ、その理論は間違っているっていうことをいろいろ言われているんですけれども、まあ、問題はそこではなくて、自分で考えて自分で理論的に考えて自分で結果を出して、そんなイチローが言うからこそこの僕は天才ではありません。なぜかというと、自分がどうしてヒットを打てるかを説明できるからです。そういう言葉が言えるんだと思いました。僕はそんなに今野球はそんなに詳しくないんですけれども、未だにイチロー選手を超える野球選手は出ていないんじゃないかなっていうのは思います。今回はこの辺でお別れです。どうもありがとうございました。